エウゲニウス三世は、ローマ教皇。第2回十字軍を呼びかけた教皇として知られている。本名は、ベルナルド・ピニアテリ、または、ベルナルド・パガネリ。カトリック教会の副社でもあり、記念日は7月8日。イタリアのピサ近郊出身とみられ、1130年に、クレルボーのベルナルドスと出会い、1138年に、首都会のクレルボー修道院に入り、 ベルナルドゥスの下で修行した。翌1139年に就任したローマ近郊の首都会修道院の委員長を経て、1145年にはベルナルドゥスの影響力によって初の首都会出身のローマ教皇となった。しかし、アルノルド・ダ・ブレッシアに率いられた市民自治を求める反乱軍によって、当時のローマは混乱状態にあり、 退官のためサンピエトロ大聖堂に向かったが、反乱軍に阻止され、ヤムナクローマを放棄し北東の首都系修道院、ファルファ修道院で退官した後、ビテルボへ逃れた。以後在位期間のほとんどを、フランス、ドイツのトリーアなど各地に滞在して過ごすことになる。十字軍国家のエデッサ白領が失われたことを、フランスで聞き、1145年12月、ルイ7世に強行直承を送り、 十字軍を呼びかけた。ベルナルドスの勧誘演説により、ルイ7世とドイツ王コンラート3世といった国王二人を含む多くの参加者を得たが、1147年から1148年に行われた第2回十字軍はほとんど成果を上げられず、大失敗に終わった。また、1149年にトゥスクルムで十字軍から、 帰還途中のルイ7世と王妃アリエノール・ダキテーヌに出会い、遠征中に、不仲になっていた二人を慰めて、夫婦関係を修復させた。一方、ローマは、混迷を極め教会反乱軍、双方とも事態を打開するため和平を結び、市民自治を合法と認める条件で1152年に、エウゲニウス3世は、無事に帰還した。翌1153年に、 強行領確保のため、コンラート三世の甥いのドイツ王フリードリヒ一世と同盟を結んだが、7月8日に秘書のため滞在していたテボリで死去、ローマのサンピエトロ大聖堂に埋葬された。ちなみに、ベルナルドゥスも1月ほど後の8月20日に死去した。死であるベルナルドゥスから、書簡、デコンデラティオーネを送られ、教会改革と聖職者の製品実践を進められた。 この教えを実行に移す努力を行い亡命中で、たびたび教会会議を招集、パリ、ランス、トリア、クレモナなどで開いた教会会議を通じて、教会改革を推し進めた。1872年、ピウス救世により、列服された。世界遺産として1981年に認定されたフォントネーの首都会修道院の教会道を建道したことでも知られるが、 これは、上記放浪中の1147年のことであった。また、1990年に登録された、サンジミニアの歴史地区にある、サンジミニアの三次会協会は、エウゲニウス賛成による建設である。ありがとうございます。